はい、ナズーです。今回紹介するのはカナのイニシャル D FD3S RS7 です。部品の袋は28で、パーツは1655個、シールシートが1枚で、説明書は3冊です。それでは組み立てていきます。
はい、完成です。なかなかかっこいいですよね。花壇のセットですけど、今まで2つ紹介しましたね。イニシャル D の AE86、 それから FD を紹介しました。どちらもパーツ数は280個ぐらいだったんですけど、今回は1655個ということで、この2つとはね、明らかに違ってたところがありました。なのでまずはその辺をお話したいなと思います。まずこれ全体的に言えることなんですけど、組んでる最中に結構ね壊れるんですよね。組み上げたパーツの塊を取り付けるときに力が必要ですよね。その時にまあそのパーツそのものが壊れたりとか、くっつける側の反対側のパーツがバチッと外れたりとか、まあレゴでもよくあるとは言えばあるんですけど、まあかなりの頻度で起こったような気がします。結構ねそのあたりストレス感じました。次にパーツの入れ方と選び方ですね。これ実際に僕がやったミスなんですけど、このパーツとこのパーツを取り違えました。具体的に何が違うかというと、実はこれどちらも穴が5つ開いてるパーツなんですけど、こっち側両サイドが丸型、こっち側両サイドが十字型なんですね。でそれに気づいたのがこのシーンです。こっち側全部組み上がってて、あとはこれにガチャッと取り付けるだけというようなシーンなんですけど、ここですね、この一番前のところ、ここに使われてるのが両サイドが丸型のパーツなんですよね。でここに十字型のパーツを使ってました。なのでこれがつかないという状況だったんですね。まあね、よくあるといえばよくあるかもしれないんですけど、これをね取り外してどこに使われてるかを確認して、まあ、取り替えるというような作業が必要でしたね。これがね結構大変でした。でなんでこんなミスをしたかということなんですけど、まあ、大前提として、まあ、作り手の僕自身がね、しっかり形を確認してなかったっていうのは当然あるんですけど、仮にこれレゴだったらおそらくですけど、この辺りに、まあ、両サイドが丸型のパーツですよ、十字型のパーツではありませんよというようなやつが乗ってたんじゃないかなと思うんですよね。実際このカナのやつにもこんな感じでね、乗ってるんですね。これ方向が違ってますよというような感じで乗ってるんですよね。それが乗ってればおそらく間違わなかったんじゃないかなと思います。さらにこれが実際のパーツ用なんですけど、まあこんな感じでね、ずらっと似たようなパーツが並んでますよね。で今回ミスったのは1番の項目なんですけど、例えばその1番の項目で使う、まあ、バーパーツだったとしましょう。それが1つの袋に入ってるんですよね。4つポッチのパーツも6つポッチのパーツも8つポッチのパーツも全部1つの袋に入ってます。これ結構実はしんどいんですよね。リゴではどうなってるかというと、例えば4つと6つだったら、まあ絶対ではないかもしれないんですけど、結構ね別々の袋に入ってます。取り違えをミスったり、あと簡単にね分かるようにというような観点からだと思うんですけど、なのでそのあたりを一個一個これ確認する必要があるんですよね。その辺がかなりしんどかったですね。他にもこのあたり一緒になってましたね。レゴだったら別々になってると思うんですけど、これ一緒になってますんで、いちいち方向を確認する必要があるんですよね。あとは、こういうパーツ、これね1段下がってるパーツなんですけど、このパーツとこのパーツ、こういうのが一緒になってましたんで、これも一つ、手に取って確認する必要があります。まあ、数が少なければねそうでもないんですけど、1655個全てが同じような感じになってますんで、これね結構時間もかかりますし、ストレスも感じましたね。最後は組み方ですね。これはこのセットだけかもしれません。肩全体に言えることではないかもしれないんで注意していただきたいんですけど、このパーツですね、これは実はさっき僕が見せた1番の項目でつけるパーツになります。でこっちのエンジンパーツ、これ最後の項目でつけるパーツなんですよね。でこれなんですけど、実は前後もガッチガチ、もう本当のギチギチです。一切余裕がありません。なんでそういう状態かというと、これですね、ここ斜めの状態をキープするために、その状態にこのパーツされてるんですけど、実はこれがついてるとこのエンジンパーツがつかないんですよね。これねもう本当に何回もやりましたけどつきませんでした。なのでこのパーツを外してこのエンジンパーツを取り付けて、そしてまたこのパーツを戻すというような工程が必要になってきます。でこれ他の YouTuber の方も見ましたけど、実際そんな感じでね取り付けてらっしゃるのを確認しました。でもこれがそんな状態になるっていうのはわからないんですよね。この角度をつけるためのパーツなんですよとか、
ここがもうガチガチになりますよというのが分かりません。なので別の YouTuber の方はもうこっちのパーツは諦めてました。これをつけずに、このパーツはそのままで、このエンジンパーツを、一つずらして取り付けるというような感じにしちゃってたんですよね。これはねすごくかわいそうですよね。このあたりの、意図というかその辺の説明がなかったので、必要なパーツがね取り付けられないというような状態になってましたんで、これはねちょっと不親切じゃないかなと正直思っちゃいましたね。以上3点がこれを組んだ時に個人的に気になった箇所ですね。ただこれに関してはあくまで個人的な感想です。あまりにもレゴを組んでるのでそういうふうに思っただけかもしれません。皆さんが組めば、全く違う感想になるかもしれませんので注意してください。はい、では改めて車両を見ていこうと思います。まあこれはねデザイン的には本当にかっこいいですよね。正式なイニシャル D のライセンスを取って、もうパーツ数をしっかり使ってますんで、先日紹介した FD とはね、比べ物にならないほどデザイン性の優れた、セットになってるんじゃないかなと思います。このバージョンとこれですね、このプロジェクト D バージョン、これかっこいいですよね。こっち側に組み替えることができるようになってます。ここまでね行こうかなと思ってたんですけど、ちょっとね途中で心が折れちゃいましたんで、また機会があったらこれも作ってみたいなと思います。ではサイズ感見ておきましょう。全長が約 34.5 センチです。先日紹介した280ピースぐらいの FD と比べるとこんな感じになりますね。いかがでしょうか。全然違いますよね。ミニフィグと比べるとこんな感じになります。かなり大きいのがわかるんじゃないかなと思いますね。そして横幅が約14センチになってます。ではフロントから見ていきましょう。ナンバープレート数字は違ってますけど群馬ナンバーになってますね。それから赤いクリアパーツが使われてて、これ両サイドにウィンカー灯がついてます。この辺もクリアパーツが使われてます。あとこの形ですよね。さっき言ったこのカーブも含めてこの辺はねよくできてるんじゃないかなと思いました。ちょっと隙間はありますけどなかなかいいんじゃないかなと思います。で上のところはアンフィニのエンブレムがついてますね。これもシールになってます。でリトラクタブルライトは開いた状態になってますね。これ残念ながら閉じることはできません。でボンネットこれ開けられるようになってるんですけど指が入りません。ということでもこんな感じでね別のもので開けるといいかなと思います。中はさっきお見せした通りこんな感じになってますね。このパイプパーツいいなと思いました。あとこれはシールになってます。全体的にメカメカしさがあってすごくいいですよね。で奥のギアパーツこれもねいいなと思いました。これなんですけどこの前輪を動かすとギアパーツ動かすことができます。こういうのなんかいいですよね。かっこいいです。続いてタイヤ周り見ていきましょう。ホイールなかなかかっこいいですよね。ただこれ専用のものではないと思います。 FC も多分同じものじゃないかなと思いますね。でタイヤなんですけど中が空洞のタイプになってます。こんな感じでグニグニと、押すことができますね。サイズ的には、ミニフィグと比べるとこれくらいの感じです。先日紹介した、ポルシェとか、そんな感じのレゴのやつと同じ 49.5×20 になってますね。あとこの前の部分にサスペンションがついてます。はい、裏側はこんな感じですね。この赤いやつ、これ輪ゴムですね。3つ使ってます。それと中の方にちょっとね、小さめのゴムパーツがついてます。それを使ったサスペンション機能になってますね。続いてサイド見ていきましょう。サイドミラーなんですけど、こっち側がグレーになってます。こういうの嬉しいですよね。ちなみにこうやって角度を変えることができるようになってます。それからドアを開けられるようになってます。内側特に装飾類はありませんね。で、閉めるときにちょっとこの辺りに、引っかかるかなという感じですね。ただこのドアの斜めのところ、これはすごくよくできてるんじゃないかなと思いました。で、もちろん反対側のドアも開けられるようになってます。中はこんな感じです。ハンドルがありますね。ちょっとねグラグラはしてるんですけど一応これ回すことができるようになってます。あとインパネのところなんですけどメーターとかエアコンの吹き出し口とかいろいろついてますよね。これすべてシールになってます。結構細かくできてますね。ちなみにハンドルを回せばこんな感じで前輪を左右に振ることができるようになってます。そしてセンターコンソールの部分なんですけどサイドブレーキとあとこれはシフトレバーでしょうね。こうやってね動かせるのはいいですよね。でちょっと見えにくいんですけどここに、ドリンクホルダーが2つついてます。それから座席ですね。運転席側助手席側ほぼ同じものがついてます。で背もたれをこんな感じで角度変えることができるようになってます。ここにミニフィグ座らせてみるとはいこんな感じですね。サイズ的にはちょっとね悪くないかなというところですかね。ちなみに運転席に座らせるとこんな風になります。車全体から見てみるとねやっぱりかなりミニフィグ小さいかなと思います。
あとその後ろの部分、後部座席みたいなのがついてます。でリアウィンドウなんですが、これねすごく綺麗ですよね。クリアパーツたくさん使ってますね。でここを開けられるようになってます。でここにはナイトラスオキサイドシステム、まあいわゆるニトロですよね、のタンクがあります。いい感じですよね。ちなみにこんな感じでメーター用のシールもついてますんで、なかなか細かくできてるんじゃないかなと思いました。それから両サイドには赤城レッドサンズのロゴがついてます。これシールなんですけど、やっぱりねこういうのは嬉しいですよね。それとリア周り、このテールランプの形よくできてますよね。かなりそれっぽいなと思いました。これ綺麗ですね。でその下の、アンフィニのエンブレムとトランクの鍵穴、細かいところまでできてると思います。それから RX7 のロゴ、これはシールになってます。でフロントと同じ群馬ナンバーのナンバープレート、これもシールですね。それからマフラーがついてます。それとリア周りに関してもこんな感じでサスペンションがついてます。ここに関してはよくレゴでも使われてますけど、このバネパーツですよね、これでサスペンションを作ってます。それと飾るためのスタンド、こんな感じのやつがついてます。結構ねしっかりとした感じのスタンドですよね。これの組み立てシーンに関しては心が折れてしまったので、もうつけてません、ごめんなさい。で上の方に突起がありますね、ここに取り付けられるようになってます。はい、取り付けてみました。こんな感じになりますね。ちょっとね斜めになってるんですけど、多分これで合ってるんじゃないかなと思います。やっぱりね結構ねしっかりとしたスタンドだなと思いました。はい、いかがでしたでしょうか。正式なライセンスしっかり取ってますし、デザイン的には本当によくできててかっこいいんじゃないかなと思いました。まあ、気になる部分ということで3つほど挙げましたけど、まあ事前に分かっておけばそれほど嫌な感じはしないかもしれません。で金額ですけど、ざっくり7500円ぐらいだったと思います。Amazon のリンクを説明欄に貼っておきますんで、興味ある方は見てみてください。以上、カダのイニシャル D 高橋圭介 FD3S RX7 を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。